グラグラ火山 B のステージか。なんだここは。モンスターハンターでこんなステージあったな。岩のやつとか出てきそうだな。なんて言ったっけ、あのバルサミコスみたいなやつ違ったっけ、グラビモスだっけ、そんな感じの嫌だった違う何かが違う。どっちだ、右左でした。うおー曲がれ。あ、コインはトトロ使って加速で、次はあ、ジャンプアクション忘れ、違う、あ、やべ、赤コーラ怖い。抵抗来ていいんだよな。あ、こっちは上下の道があるだけでよし大丈夫だ。よし、パックン仲直りしよう。あの、ちゃんとした加速をしてくれたら仲直りする。あぶね、今落ちそうだった。よしで、どっちどっち減速、自主減速。今何位、3位か。ルートがある。えい、あれあれ当たらなかった、近すぎたのか、別のやつに当たったけど。赤コラやめろ、俺に当てるな、やめなさーい。コラ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 ー、あースピード乗ってるからうまくあそこ回避できるかなと思ったけど、穴ダメだった。そんなこともなかったぜ。おー曲がりきれねー。おーっと、まずい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 。おー今なんか悪いじゃあれだね、あん馬のなんか旋回みたいなのやったね。どこで使うのが基地か分からん。曲がれない、これを持っちゃうとね、曲がるのがダメダメになる恐れが。こうなった、うわー、およそ良くない、とても良くない結果になっている。やばいな、総合3位も危ないかもしれない。うおー、次道どこだ、右か。なんかショートカットできそうなとこねえか。ふーん、こっち、こっちじゃないじゃんここに道はないじゃないか。キラー、せめてキラー、それかベンザカバー、それとベンザカバー。だってここさ落ちるんだもん、落ちるんだもん。あー、受験生たちにこの言葉を送る、落ちるんだもん。あー、受験シーズンじゃないのが悔やまれる、ダメージが少ない、なんてこった。え、今12、やばいぞ、心がもうやられている。まだ諦めんなよって思うかもしれないけども、現実を、大人は現実をすぐ分かるんだ、理解できるんだ、だからだ、これが少年漫画や、そういうんだったらな、諦めければなんか友達の声が聞こえてなんか1位取れるんだけど、現実は非常である。どこかな、あのパワフルキノコを持ったあたりが良くなかった。あそこでなんか加速を考えてしまってあれが良くなかった。あ、まだあるんだ、あのもう4レース終わったかと思ってたよ。64のレインボーロードって書いてあった、見覚えがないです一応なんか雰囲気だけやってる、リメイクされてるからかな。お、これ通るとなんかいいこと起きる、加速かな、チョリーンチョリーンと。そしてレインボーロード、あ、やべ落ちる。レインボーロードらしからぬ直線、レインボーロードって言ったらやっぱカーブがあって、まあ直線もあるけども落ちやすいっていう、そういうのがなんか恒例だったはず。今2位か、えい、とりあえず沈めておこう、やったぜ、もう一撃と思ったけども、うおーうおー、全く言葉が出なかった怖いんだよー、うわーん、おお、おわあ、やべ、あー、なんとか、よし、踏みとどまった。土俵際のせめぎ合い、うおお、よし、コインも取った。キノコもあるぜ。どこだ、どこで加速するのがいい？
あ、吹っ切れ加速、吹っ切れた加速、よいしょー。このね、ドリフトをしながらちょっとなんだろう、逆向きにも倒して調節を測るっていうことを覚えたんですけど、こういうことをされちゃうと私はとっても悲しいですよ、ほんとね。あ、やべ、後ろから狙ってるやつがいる。コーラバリア、何か防げたら嬉しいなって。ピーンと来てる、なんか、あ、終わった、勝った、勝ったけど、これ、あ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 、小林製薬。ご視聴ありがとうございました。この動画を気に入ってくれた方、この動画の続きが気になる方、動画の更新情報など最新情報をチェックしたい方は、こちらの吹き出しをクリックしてチャンネル登録をよろしくお願いします。携帯スマートフォンの方は動画の説明文の一番上にある URL をクリックしてください。みーのチャンネルを登録してくれたにゃー。